山宏のピカイチラジオ。えー、金曜日の夜いかがお過ごしでしょうか。こんばんは山宏です。こんばんは吉本新喜劇のスッチーです。こんばんはアナウンサーの古川恵子です。今週もよろしくお願いします。早速ですがスッチー、はい、毎日放送は、はいえー、UFO <う>、えー、未確認飛行物体の撮影に成功いたしました。はい、えー これは昨日のチチンプイプイをご覧の方ならもうそうそうって多分言ってる人が多いと思いますまあ一方でいやあれは飛行機やとかマジですかあの末成由美姉さんのあの桂ちゃんですかじゃあ形で言うとあれではないんですかいやまあまああんな感じのオレンジ色の物体ですオレンジ色これオレンジなんや毎日放送の美術の美術部というところがありましてはいはい その社員さんですね社員夫婦なんですけどね、夫婦とも社員ですか、お子さんも今もちろんいて、神戸に住んでるんですね、神戸のご自宅のマンション、18階からベランダ西の方、高取山という神戸の山があるんですそっちの方向に9月の23日と、それから9月の29日の2回、UFO の撮影に成功してあ ちちょくちょくく見えてたんでいつか撮ろうと思って、うん、ビデオを常に撮れるようにスタンバイしてたんですってで,、はあはあ、であーって言って出してとりあえずっあっちのやろうって撮って映像を見てみたら映ってたっていう、はあ、それがね家族によってね、うん、見え方がどうも違うみたいで、はあはあ、子供たちはもうまず23日の分は100機ぐらい多い時に見えたって、はい、ものすごい飛んでるものすごい飛んで,るっい飛んでると一で、はあ、だつまり 戦争で出た大変態みたいなわーという感じでわー飛んででも撮ってるその社員の人はどこやどこやみたいな最初はやってんけどなんとなくうわかったよねちょっと一瞬バーって光った時があってかったたそこに光の粒が結構ありましねわー飛んでんねっていうパターンが23日29日は社員さんを出勤してました。 家かかから電話ってきまたなんか出てる!」ってだからそこにビデオあるやろってそれで代わりに撮ってみって言って撮ったたらまこれが留守番してた子供たちが撮った映像にまたよりはっきりよりりはっきと今度は一気なんですけどオレンジ色の物体がある瞬間バって火を噴くのずっと吐いてるんじゃないよある瞬間バって火を吐くその瞬間を捉えてんの。 よく,く UFO のなんかこう円盤の下に丸3つみたいな,、えー、なんかその丸3つのところが光の頭の下の方から <laughs> 炎がボワっと出てる弓削 <laughs> さんもびっくりびっくり、はあ、信じるタイプ、えー、UFO って僕ね UFO に関してはちょっと信じる、うん、おじゃあこれ、はい、信じる A 信じない B とすると、はい、僕とスッチは A やね A 古川さんが。 だってありえないじゃないですか。なんでなんですか。だって大気圏に入ってくるときに絶対燃え尽きますからね。そう本番でも言うてた。そうなんですいやいやもだからあのいや確かに映ってるから何かは飛んでるんだと思います。でもその宇宙人とかそういうものではない何かなんですよ。ほんなど誰が誰がわからんけどそれは専門家に教えてほしいけど。それはあの例えばなんか光 が反射してなんかそういうふうに見えてしまってるとかでなく実際にちゃんと飛んでる物体なんですか？えー、あのー、その二十九日の一機だけで、はいはい、いきなり光がバーっと見えたのはその飛行機が光のあかり当たり具合で、はい、そう見えたんやっていう人もいます。はい、だからあのメールで募集したんですよ。はい、どう時間どう、ね、にそ時刻見た人いませんでした。というのプイプイでうん、うん、そして百二十通ぐらいバーっと来て、はい、で、えー、半分ちょっとが肯定派 はい、でそのうちの、えー、複数何人かは見たと<う>でそれ滋賀で見たと<う>同じぐらいの時間え、まあ、神戸で滋賀通うように思うけど、はい、なんせ未確認飛行物体ですからまあ、ね、それをとすっと移動もできるかなとかで、まあえー、それ以外のところでも、はい、登山してたらそこから複数に13人ぐらいで一緒に見たとかっていう声が出てきたの面白いでしょそんなに見つけられてまうんですね 結構ね、はいあのー、このところその複数の,かあの変態で飛んでるものは新宿とか都心とかでも目撃情報が相次いでるんやって、うん、そんなこともあったから、うんえー、美術部の社員はいつでも撮れるように自分も見てるのはこれ嘘やないといつでも撮れるようにビデオを置いてたと。 これいやあのすごい科学の発達した星がねまあまあこんだけ宇宙広いですから、はいはい、あると思いますしねあってほしいですねでも地球上では考えられないような、うん、あの素材で機体も作られてるかもしれないそうやったらあの、ね、大気圏も燃え尽きずに、うん、燃え尽き燃え尽き もうシューンと通ってくるんじゃなくて、うん、空間をファンとこう移動する何かで来てるかもしれないです、ねうん、なるほど瞬間移動ってやつですね、はい、そういうことかもしれへんよ、うんうんまあ、にしても何をしに来てはんのかなとそれは UFO さんに聞いてみないとわからな,ないですけど <laughs>、うん、別にそんんなな発達してはるんやともう地球いいいじゃないですか僕は高校を卒業した年の夏に早朝でした、はいえー、当時の自宅、はい、まあ実家ですね今の。 の2階ののの階自分の部屋の窓から、はいえー、数百メートル離れたところの大きい公園の上に、はいえー、オレンジ色の物体がずっと静止しててほーって何分もずっと見てて、うん、それが結構大きいんです、うん、じーっとしてるから、うん、これはもう写真に撮ろうと思って、はい、で部屋2階やから1階の台所の横に映るんですがあったなっ、うん、それ持ってバー上がって押そうと思ったら。 巻いててなくっそれを巻いてなんやかんしてる間にハッて見たらそのタイミング合わせたかのようにオレンジ色のブッダが西の空にヒューっと行ったの。<ー>ああって取り逃した、まあ、悲しい経験があるんですよね、うん、辛い苦い思いが。だからでも僕はその日以来 UFO は信じてますえ僕は見たことないですけど、うん、ま幽霊も見たことないんですけど幽霊はどっちかとったらちょっとそんなになって思っちゃうんですけど、うんはい、あの UFO に関しては本当にすごくまあ考え方がドライなので、はい、あのちょっとね10年20年前の電化製品とかで、うん、もう今と比べても全然じゃないですか、うんうん、ほんでもうその頃ね夢のような。 言ってたことが今出来上がってるじゃないですか。そうですよね。だから地球上でもそんなことが起こってるんやから。携帯電話なんて誰が想像した？でそうですね。スマホね。それよりもどんどん先行ってる宇宙人がいたとしたら、大気圏は大丈夫。あそうですか。全然来てるでしょう。ただ何をしてんのかなってその例えば地球を征服しようみたいなと怖いなってなりますけどね。まあねまあねそれは怖いけれど、でも夢があるじゃないですか。 ということを今後もやっていきますのでどうぞよろしく。ちょっとねどういうことなんですかね。いやいや。だってやっぱさすがに専門家ね誰がどう専門なんか知りませんけどもちょっと解説が欲しいな。あの今回は入手映像入手したのがもう本当機能だったのであの専門家はちょっと手当てつかなかったのでだから次回以降 V.P. では専門家にもご登場いただくんですがこのラジオを聞いてる人でなんかそういう情報を持ってたらまたそれも教えていただけたいと。私も見たとかね。はい。 蘭光師匠は、はいえー、若い頃、はいえー、本当に UFO が見たくて「敦賀、はい、で出たぞ」って言われたらそこに車飛ばして行って、えー、それでも見ることができず「群馬県でなんかそういうスポットがあるぞ」って言うて、はい、群馬県まで行ったんですけど見ることができなかったという、はい、苦い思い出がございます <laughs> いや言われてから行っても遅いでしょう <laughs> いやそうなんですよ <laughs> <ん>だからその時に出くわさんとあかんねんけどんでも神戸の高取山周辺っていうのは <laughs> どうも前からそういうのが よく言われてるとあじゃあ基地があるとかそういうことかもしれないですか呼び寄せるものがね瞬間移動で地球に来た時には高取山の上にポンと映るようになってるのかもしれない出口があるんですね出口が夢のある話でスタートさせていただきましたサツリスナーの皆さんご協力よろしくお願いします専専門門家家私こそといいいいうららっししししゃままたぜぜひひよろくお願すさて先週オムライスに タバスコは合うのか。はい。そしてスチーのもう爆掛け。はい。ソース。はい。マヨネーズ。タバスコ。はい。これでもかというぐらいかけて。はい。まあ僕はタバスコはもう採用させていただいておりますので。よかったでしょ。次回からはぜひ二三滴は行きたいと思います。で十滴ぐらい。十滴行きます。その流れで餃子のタレは何に合うかという話の中で。はい。 終わったかと思うんですがチャーハンにはめちゃめちゃ合うんですよね。チャーハンいいですね。そこで今日派餃子のタレがこのスタジオに用意されています。あの先週はオムライスにタバスコの一連の流れの中で最後はドレッシングまで行きましたけど、ゴマドレね。あゴマドレね。美味しかったんですが、やってる方はみんな楽しかったんですけど、若干長いと。はい。 リスナーの一部から。何分食うとんねんと。<laughs> ありました、はい。もぐもぐすんなと。そうなんですよね、はい。ご意見をいただいておりますが。はい、す今週も。いい匂いがしております,ますこれ餃子のタレは古川さんこときたところ。はいま、ちょっとこの間土曜日買い物行った時に。売ってたんで。はい、あ、これいるわと思って。<laughs> <ー>はい。で、この蜜柑の餃子のタレが売ってるのは知ってて、それを売ってたんですけど。 おしう大阪王将さんも餃子の食べを出しててこれはね鉄ラー油入りなんですよちょっと上にラー油浮いてるでしょなんでこう持って帰っても子供が食べへんなと思ったから両方買ったんですなるほど大阪王将さんが出してるみたいですよ瓶に入ってますねお家で大阪王将の味が楽しめる餃子だけではなく何に楽しむかどうかは 何からいきます。ここにラインナップされてるのは、これはメールいただいたんですかね、はい、リスナーのさんからね、はい、うん、からいただいたおすすめの食材のうち手に入るものを並べてみました。あそうですか、はい。はい。なので、まあ一番匂いがしているのは鶏の唐揚げですかね。鶏の唐揚げ、餃子は。鶏の唐揚げに餃子のタレか、うん、考えてみも見ませんでした。なんとなくはでも僕ちょっと想像つきますけどね。あのー 中華料理屋さんまあおし王将さんなんかでもそうですけどセット頼むじゃないですかはいはいはい餃子もありこの唐揚げもありで餃子のタレのところにあちょっとつけてみようかなみたいな感じでちょっとねちょっと一つはいっていきましょうこれどこの唐揚げでっかい唐揚げやねこれミュえヘンや こミュウヘンこの唐揚げは絶対ミュウヘだからねそういうのはこのまま食べたいんですよビールはないよビール欲しいですよね一応一応まだ夜は遅いけど仕事中ミュウヘやろのもうその唐揚げはそのままそのまま食べてますやん古川さんええ、どそのままがベストンがそのままが美味しいんですっていやいやいやでもこれ今日のテーマは餃子のタレをかけるじゃ餃子のタレを おけ、皆さん、小皿ありますね。じゃ、あ小皿にどうぞ。はい。開いてんの。この小皿が。なるほど、なるほど。ここに入れるの。開いてます。あ、じゃ、あ二種類。ああいついてる方にしようかな。あ、よう、よう混ぜた方がいいと思う。なんじゃ。一回シェイクした方がいいと思う。う、浮いてるから。あ、そうです。はい、そんな感じ。じゃ、ちょっと、この蜜柑さんでしょうかな。

これは絶対美味しいですよね。これねまずミつカからミクアから行きますね。うあぶら皆さんこれで原稿なんか若干男の声が出ましたよ。これで原稿汚したら何こっちゃ分からへんどうですか。うん。まあもう本当餃子のタレの香りが。全員が合いますんこれ。うまい。おいしい。合うわこれ。 なんで今までやらへんかったやろううん。あ、こっちのこのラー油入りそっちの方がより辛いですねラー油入っラー油これ合うこれ合うわら揚げめちゃめちゃ合ううん間違いないうんうんめっちゃ合うやんこれなんでやらんかったやろこっちのラーも合ううんに唐揚げのタレ言うてもええぐらいでしょ本当うまいねうまいようん 美味しい。いや、うまいわ、これ新発見もうこれから絶対ですね。うん。唐揚げには、もう絶対餃子。なんで水で。ん?。ビールやな、俺は。水。完全にビール。仕事中、仕事中。めっさうまい。うまいな。やっぱ。でですね、次どっち行きます?。もう次行くの、もうちょっと。だから、食べる時間が長いって言われましたから。うん。 はい、続いて、スタジオに置いてあるのは。豆腐。豆腐か。豆腐。ややっこ。に。餃子のタレ。それ。まあ、あの、食べるライ油とか。そうですね。よく上に乗っけたり、たりするんで。はいはい。うん。うん。そっか。そうですね。あ、あこともないんかな。よし、豆腐を。よし、ち乗せたりするしな。あ、いいですね。地道豆腐な。うん。よし。これ、どうやって出すんだ。 この間お好み焼き屋さん入ってキムチ豆腐ってなったから注文してんやんかで来てうまいなこのキムチって言ったらこうって来たやつですって言われて言うてまうんやんこれよう出せましたねちょっとちょっと箸あの縁に刺したらいけますからあげにさたまんまやお酒にいただきます突っ込んだよねそうそうああ行きましたちょっとかけてみるわ 餃子のタレと。てかこの豆腐おいしいな。いやいや。味わうんなってるじゃ、ね、<ん>結構たっぷりめにかけた。そうです。あのね。ね。鶏の唐揚げほど餃子のタレが直接来ないんで。ああそうですね。ちょっとちょっとマイルドな感じですね。うん、マイルドですね。うん、あでも合いますね。 ちょっと待ってねうんラー油入りもちょっとかけてみてうラー油のピリッとがいい感じ合うねんけどもうちょっとパンチが全体に欲しいね豆腐なんでまだ豆腐が全然買ってる買ってるんですよ確かに豆腐美味しいわまだ美味しいよ美しいでもこれなんやろうなこの唐揚げの時の感動はないですね唐揚げなんか直接来ましたねうんあの全然違うまた楽しみ方できてるけどね今までの豆腐と いやでもベストかって言われたらちゃいますね今のところ唐揚げがまだベストでございますねではもう一口唐揚げをいきます唐揚げ戻っちゃういや唐揚げはほんまにこの絡むから美味しいですさあそして3品目は。 お好み焼きお好み焼き、ね、これだからお好み焼きの今はもちろんソースとかがついてない状態のはい、はい、あのー、はいただ,だただ焼いたお好み焼きです<ー>これ焼いたんチンし,し,したえチンしたってチンしたはいレンタで売ってますからね美味しいですよ、ね、はい行けましたこれアちゃうかないこれだからまあお好み焼きとはちょっと違う 食べ物になるかもしれませんねじゃあいただきますねはい。でもだって素材としてはキャベツとか豚肉とか絶対大丈夫ですよそうだなまずサラッとしてますからねこのタレがそうなんですよ基本を好みにかけるもんって全部ドロっとしてるじゃないですかでもほら醤油ネギ焼きとかさ醤油塗ったりするやんかあそうかチジミとかのチジミもいただきますはい。そう思ったらいけるかもねあんうん。んまいね

うまいわ。美味しいわ。この、ね、やっぱりこう、うん、家で酢醤油酢と醤油だけ混ぜたのとは違うこの餃子のタレ。縮みの感じね。なんかほんま番組変わってきたのな、ね、先週から。<laughs> <laughs> <laughs> どうするんだこのままみたいいやーうまいなでも、うんうん。これはいける。 どっち取る唐揚げ位まだどっちこれでもなまだ唐揚げかな唐揚げやなうん限りなく1位に近い2位ですねお好み焼きねそうやねいいねんけどなうん揚げほどの感動なかったなそうですねちょっと予測できた美いしさはいねそうやな間違いなくこれも美味しいですいやもうそうですお好みいけます食べられます OK ねはい では、で、最後にですね、これは。はい、ツナ缶。ツナ缶、商品名で言うと、シーチキンを持ってきました。これはですね、えっと、リスナーの方ではなく。我が、ええ、山広のピカイチラジオ、構成作家の野口くんが。ええ、もう、絶対間違いないと。太鼓判を押してます。で、あの、今の宇治んも、僕も、ダイエットやってますけれども。この、えツナ缶っていうのは。はい。 もうダイエットには超おすすめです、はい、あれですか油じゃなくての方ですか<ー>あのー、油もドロドロのように思うんですけどい,い,す、はい、いやいや気にせずこれは大丈夫なんです油漬けでもいいんですかいいでこの缶を開けますよ、はいはい、開けてここに、はいえー、もうダイレクトで、はい、餃子のタレをいってくださいと缶の油も一緒にえ、油も あもうんとこもうデコに飛んだもう。<laughs> <laughs> 大丈夫です丈夫油はそのまま切らずにそのままでいいんですよでここにねあっ蘭ちゃんありがとうおしぼり持ってきてくれてありがとうねちょっと体勢整えてはいこの油があるそのシーチキンにどっちのタレかけるこのみつかんか大阪王将かラー油入りがよかったら大阪王将ですねー入ってない方が そうですね。あそこ被りますからね。あの野口君がいつも試してるのはなしの方らしいので。じゃあ餃子あの三つ巻の。はい。じゃあ今からこう投入します。結構多い目でいいんですか。多い目で。はいわかりました。え野口先生がそういうふうに。なんでいつから野口先生と言われるのかい。すごいななんかこうダイナミック。入ってる入ってる。缶の中に餃子の。結構入れたよ。入れましたね。結構入れたよ。でれました。じゃあどうぞどうぞどうぞいや先生。 じゃあ撮りますね撮って一世のせいで食べへんはいそうしましょうかはい撮りますもうまたこれいっぱい入ってるからまた飛ばし飛ばしそうやなこれよいしょ砂キツキツに入ってますからね全然想像つかへんそうですねいやまあまあまあ分かるけどやったことはないですよねやったことないでしょさあ いや、結構な油ですよ、これはい。お皿に盛りました。回してる間に、だんだんもう旬でしまいましたね。最初、醤油浮いてたのに。そうやね、旬でいってますよ、俺、旬でいってます。でいってますさあ、皆さん、よろしいですか。はい。はい。取り分けましたね。はい。では、ツナ缶、餃子のタレがけ。いきます。うん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 。 ハハ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 いいハハ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 ですハハハハハハいハハ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 ハそうハハ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 ハうハもハハ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 のハハ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 とハハ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 ハうんうん これもうちょっとかけたらいいでしょ。出てきました。結構たっぷりもつけて。たっぷりたっぷりでいいです。食べてほしいな。このご飯にのせたりしたら美味しいかな。うん絶対美味しいね。なんかこの大きなボロンとした身よりこうほぐしたもろもろとなったところの方が絡みやすいのでいいかもしれないですよ。あ僕今思いました。このこの状態でパスタと絡めたら美味しいんじゃないでしょうか。いいですね。 ね？餃子のタレパスタもうちょっとちょうだいはいどうぞ油気をつけてくださいうまいわ美味しいおいしい合う合う合うまた応用も効くわこれはそうですねこれはこれ単独よりももう一つなんかなんかねいけますねなかなか餃子のタレ万能ですね万能やっぱり良かったですね スッチーのこの餃子のタレで何かって言ったことに、お答えくださった。リスナーの皆さん、いい情報。ありがとうございます。野口んもありがとう。このシーチキンの油、プラス餃子のタレっていうのは、もう、もう。調味料として、作るとかね。あの、何、ドレッシングみたいな感じでね。そうやわ。このオイル、いい。これだから、餃子のタレを半分ぐらい使い切ったところに、油上から。 出して。はははは。ありやな。シャカシャカして使ったら。この油と本当合うね。サラダ。サラダ。これで野菜食べても美味しいと思う。レタスとか。いつまでも餃子のタレで食べていたい。え、なんとなく五七五。思いついただけだけど。なんか得した感じ。ただ一。 1位どうですか今日の4つの中でこれ最初にから揚げ食べたのがあかんかったからまあねちょっとやられた印象がねでもから揚げはやっぱ強いから揚,揚げを意外性でと一番美味しかったんですねでお好みも、うん、お好みもね「僅差って言ってたけど、はい、なんかそこに僕はシーチキンが割り込んだようなところがあるなあ シーチキン、ああ、僕からあげな。から揚げ、シーチキン、お好み。豆腐ももちろん美味しいんですけどね。みんな美味しいんですけど。美味しいですね。インパクトで言うとね。いや。いや。いや、もう順位なんかどうでもいい。変はい。なんかこんだけ美味しいもの食べられたら。うまいな。やるの、そうに。 ねえ結構なカロリーなかなかですよこれお前な揚げ物とか不辛抱やももうこの何何に何合わせたらシリーズは終わりますかそれともまたやりますか次の何かわからないなんかいいのがあればねなんか無理やりやっていってもあれですけどそうですねこれ絶対合いますっていうのを言ってくれればちょっとね 我々もそうで意外なことでね前から言ってるんですけどそうめんのつゆの中に白菜のキムチを入れてそうめんを入れて巻いて食べるっていうのは僕はもう一番好きなんですよこれうまいですそうめんつゆにキムチ合うんですよやってほしいなとあとカツオのたたきにはマヨネーズマヨネーズもうなんかあのねのみですかマヨネーズのみですかあの カツオのたたきのたれやりやす<レ>、はい、それとマヨネーズと合わせるんですポン酢とマヨネーズってなんかちょっとマイルドになってらさらに脂ののったかつおのたたきになってただ美味しいかつおのたたきの時はもうその,そのままの方がいいですわ<ー>でもちょっともうこれな色もあれやしどうするってなった時にマヨネーズ足して食べるとよみがえりますよとかね、はい まあでもこのまあ今日の餃子のタレのような、うん、これでいろんなものを試すっていう案が出てきたらまでやりますそうで、ん、すねね、はいはい、あらいまいかい毎回かこればっかりやってたら、うん、ねあれ食べとんねで、ね、そうそうそうデ、うん、今日ももう20五分以上経ってるやんこれね。<laughs> もう一口だけこうちょっとどうぞじゃあ食べてる間に皆さんからはいつものメッセージお待ちしております <laughs> 怒りの投稿「街中モンスターハンター」では皆さんが街中で目撃した腹立たしいモンスターの報告をお待ちしていますそして山本社交クラブ皆さんの恋の話お待ちしてます、うんうん モンスターも今週大きいニュースありましたしモンスターおったよ大人の恋といえば本当なら福山雅治さんの結婚について語りたかったところですが心のライバルね餃子のタレでね、三十分使いましたんではい、何も申しません皆さんの恋の話教えてくださいこれわかったわ豆腐の役割はこの脂っこい唐揚げとかシーチギンとかお好みを食べる合間にパッて食べたら美味しいなるほど 改めて、今日のこの中でもバランスが取れるわけですね。はいうん、すみません、口挟みまして。いえいえ、うんはい、そしてピカイチ価値観調査、これどうやねん。 リスナーの皆さんがこれどうやねんと思うことを何でもいいです食べ物じゃなくてもいいですのでお寄せください、うん、食べ物の組み合わせのことでももちろん結構ですこれどうやねんと思うことをどしどしお寄せくださいこんな切れてもビール出てけんから水飲むわ出ませんよ <laughs> 出るかいなメッセージをご紹介した方にはどこでもふきふきできる大人の黒い濡れティッシュをプレゼントいたしますメールの方は山アットマーク MBS1179.com、はい yama.mbs1179.com ファックスは大阪066809-9090大阪066809-9090でお待ちしております番組の公式ツイッ t ー e r ヤマ1179そして番組公式フェイスブックもぜひチェックしてみてください皆さんのメッセージをお待ちしております 怒りの投稿、街中モンスターハンターモンスターペアレントにモンスターペイシェントさらにはモンスターおばちゃんまで現代の世の中にはさまざまなモンスターが出没していますそこで皆さんが街中で目撃した腹立たしい行動を取るモンスターたちを報告していただきます松原市のただの親父さんが見つけたモンスターです。はい ある有名なカレー専門店でのことです、はい、ここのカレーライスにはたくさんの種類があってどれを食べても美味しさ一番です、うん、ただ値段が少し高めのようにも思いますがラッキョウだけは自由にとって食べていいのです、うん、が食べ放題というわけでもありません、うん、このラッキョウを根こそぎ食べているおばさんたちを見ました <laughs>、うん、隣のテーブルの分まで自分たちのテーブルに持ってきて わいわいがやがやにぎやかに食べていました<え>店員さんも圧倒されたのか怖いのか何も言っていませんでしたこれはどうなんでしょうか隣のテーブルは買い、ね、うそうですねらっきょうはね結構店によっちゃねちゃんとお金取りますからねそうですねありますあります<ー>あのな大粒の量をつけ込んだやつとかね、えー、僕も結構取ってしまうんですけど 隣のテーブルのまでは行かへんな。まあそれでなくなったとかね。うん、まあ五つは絶対行くんですよね。五つぐらい行くね。それが三つしか入ってへんだったら、うんうん、まあちょっとそれは言いますわ。辛ラキョ内容、うん、補充してへんわけやか五、はいね、つ、うん八つぐらい行くときあるかな。八つ、八つ,つ多いんちゃう。ういやでも行っちゃうかもしれないですね。じゃあ福神漬は。 僕はちょっとだけあそう僕バランスで言ったら福神漬けのが多いんですよあそうなんです福神漬け多く取ってそしてラッキョウはま三つやな三つじゃあかんなあかんってないやねかんってかんって言われた初めてあのカレーの量に対しては三つでどういう配分で食べますのですから福神漬けで食べるカレーライスううラッキョウで食べるカレーライスまあ それは福神漬けのがおおここちちゃゃままと言われればおちゃまやけど、うん、僕は好きなんですよ福福神漬けが福神漬漬けけがは僕はあのちょろっと入れといて、ええ、もうカレーと絡めずに、うん、米と福神漬けだけで食べますいやまあ基本そうなんですけど、はいえー、たっぷりかけるのが好きなんですたっぷりご飯の横においおいおいっていうぐらいちょっとガッといきたいんですはあ<ー>らっきょうは3つぐらいまでかなうーん,うーん いやいや、ちょっと待ってください、人それぞれじゃないですか。まあ、そう、<由>そこはほっといてくださいよ。三か五か八かはま、うん、まあ、自由。まあ、はい、自由。だから、これ、隣の席。わかんでしょう。はい。サービスにね、お、うん、いてくれてるのにすの。るどれぐらいの容器に入れてるかですよね。うん、あの、まあまあ、大きめの容器に、ラッキーよれてるんやったら、まあ、やりすぎかなと思いますけど。ちっちゃい容器に、やっとらっきょって、そんな入らないじゃないですか。 うんでまあまあそれぞれが僕やったら5個ね4人で座ってたらもうそれで20個多分一つの,、ねうん、あの入れ物には入らないわけじゃないですか入らないですねってなったらまあ隣のテーブルの持っていくのもしゃあないかなとは思うんですけどね、うん、楽曲嫌いな人からしたら密でも多いって言うと思うんですよ、うん、まあそうですね、うんはい、そうなんです私好き嫌い本当にないんですよ、うん、ロケででで虫を食食べべろと言われたら全然平気で食べるんですけどうん、うん 納涼だけは食べない。へえ。なんでか。もうあの味が苦手です。あの食わず嫌いではなくて合わない。うん。嫌いやったのになあいつから好きになったんやろ。嫌いやった。はい。子どの頃。へえ。酸っぱいなんかツンとする匂い。うん。子供の頃であんまり食べないけどね納涼はね。どっかから。どこが境目なんでしょうね。 ある,ある時あったやろなそれもまた誰かが「今日うまいって食べてるの見たんでしょうね。かもしれんね。も、うんのカンテレ時代に近くにもうすぐ好きなカレー屋さんがあって、はい、それこそ一番多く通ってたカレー屋さんなんですけど、はい、唯一福神漬けないんです、はい、それからラッキョウが小さなこういうあのお手粧あるでしょあのお皿ね。 キーキが一個このらっきょううまいんですようま、ん、いけどそのもうちょっとそういうものが欲しいねんならっきょうにしたって、うん、福神漬けにしたって、うんうん、ないねん。<laughs> でまあ常連とはいえ、うん、もう一個らっきょうちょうだいってっなかなか,なか,なか、ね、大きいから言いにくいなと。うん、思いますよやっぱり、うん、常連やで。 常連でもやっぱりもうある時からそれ続けてたら「らっきょきよった」って言われますよでそのその由来を分からんバイトは「らっきょきよった」ってのはそれは私やから言われるわけでしょいやだから「らっきょうを2個頼むやつらっきょきよった」で店の方言うそれはボーの人間でも言われるんです言われるところがその由来を知らん若いバイトは。 この人はもう形で楽居というあなたにやっとなるみたいな,なるでそれがまた引き継がれるそうだからんでやっぱり言わんほうがいいんです <laughs> 言わんほうがいいですね言わんほうがいいそれは、うん、店としても一個がちょうどいいんですこの大きい楽居がちょうどいい、うん、そうそうこれぐらいにしておいてくださいとはい。 ラッキばっか食べんとカレーを味わってほしいっていう意味なんですねただラッキョう好きのスッチーからしたらそれはたまらんでで僕はね大きいらけも好きなんですけど大きいらけボコンと一個よりかはちょっと小粒のあれうまいなあれうまいでしょあれうまいあのね小粒の時はねごめんやっぱりね三つじゃ辛抱できないですようるドーっと入れてるあれ美味しいうんしい何やったら小粒が好きかもしれんうんですか えー、そうですね、まあ。常識の範囲内で。は取るというのが一番、ね。はい。はい、いいんじゃないかなと思ました、はいね。はい。マネ、はい、はせんとこうと。はい、はい。ええー、焼きモロコシ。さんが見つけたモンスターです。スーパーでカット野菜を買いました。切ってある野菜ですね。うんはい、袋から出すと、そのままサラダで食べられます。ふと見ると、消費期限が。 書いてありません「消費期限は枠外に記載と書いてあるけど、うん、日付は書いていませんでした」うん「商品の回転はいいスーパーです」「でも心配だからゆでました」「<laughs> 夫にも見てもらいましたがやっぱり記載はありませんでした」「袋をメーカーに送りましたが何の連絡もありません」「私はご指摘ありがとうございました」と一言あればよかったのに」うん めったに買わないカット野菜でこんなに不愉快になり次に買うなら他のスーパーにしようと思いました何やろそれ忘れてたんかな貼り忘れか書き忘れか打ち忘れかね食品である以上は絶対買ってますよねこれもね確かに不安ですよね送ったのにしの粒でしかもそこもね、腹立ちますねこれやっぱりねクレームの対応大事ですからねそう。 今週もね髪の毛が入ってるってあれは伊丹やったっけに住んでる女性が逮捕されてものすごい件数ケーキもろたりとかそれが面白いのが面白いだらがクリームパンパン屋さんで買いましたで食べて電話するわけですよお宅のねクリームパン毛入っとったどういうことですか 申し訳ございません」って、あのー「どうさせてもらいましょうか?」って「商品代金、まあ、いくらいくら」って何個こうだからいくらいくら、はい、それから「クリームパンは美味しかったから2個つけて」ってそんな, <laughs> <laughs> そんな何やねんという,うでそういう手口でめっちゃ日本中わからん場合は104で電話番号まで聞いて、はい、あれ104って。 1回目は携帯電話からやったら90円するらしいんですよ90円もするんですかそれも相当なね出費もしてるのにまあまあそれ以上に取ってるからなんですけど執念で中には「いやあなたこの日うち休みでしたよ」みたいな矛盾するところもあったりしてんかやおかしいなとは言われてたんやけどそんな人がいたとかね 1>, なんか1日に何軒もコロッケとパンとケーキとみたいなんで家まで届けに来てっていうから何人もそんな人が来てたらしいんですけどでもそんなんななでお腹いいいっぱいにしして美味しいかな、うん、でこれが発覚したのが何か言ったら近所に住んでるおっちゃんやん、ね、おっちゃんおばちゃんが「なんやおいしょっちゅういろんな人が菓子折り持ったり、ね、持ってえらいし足しげく通ってるけど」って,っていっぺんちょっと聞いてみたろって,って。はい いいじゃんいいじゃん」って謝って出てきた人おたくどちらさん?」って「何しに来あったん?」って「彼こういうことで」「うん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 コロッケうん気入ってた昨日もそんな人おったで」みたいなそれを手帳に丹念につけて聞き取りをしてたんです調査をそれで足ついたんですはあ嫌われてるんでしょうそれ多分もうだから近所ではきっと評判評判のね なんか使うんだろうと。そう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 。ええ。ですよ。すごいな。でもすごいな。まあ。ね、ほんま嘘ですからね。髪の毛入ってたっていうのはね。それ本当詐欺になるわ。詐欺ですね。詐欺で逮捕ですからね。もうそれ聞いて。ほんまのモンスターハンターやと思って。ええ。ほんまに逮捕されました。ほん人ね。 え続いては名古屋からいただきましたゆずっちゃさんが見つけたモンスターです分譲集合住宅に住んでいます、はい、玄関が向かい合わせになっていて階段があります、うん、上の階の住人がモンスターですうん、うん、ある日子供もたちを学校に送り出してゆっくりしようと思っていたら上の階から工事の音が響いてきました、うん、前もってご挨拶もなかったのですぐに終わるだろうと思っていたら お昼になっても音が響いています前もって挨拶に来いよとイライラ音に耐えられなくなり用事もないのにショッピングセンターへ夕方帰ってきてもまだ音がしています <laughs> 結局2日がかりの工事となりました<ー>もう済んだことだし根に持っても仕方がないと思っていたら後日他のお宅には電話で連絡をしていたようだということが分かりました、えーうん それを聞いて、まあ、お年寄りなので我が家の電話番号もわからなかったのかな直接は挨拶に来られなかったのかなと思っていました、うん、するとある日その住人のおばあちゃんから電話がかかってきました。うん、何かと思ったら 階段に雲がいるから何とかしてっていうのです内心な,なんで私がと思いましたがその時は私が外に逃がしてあげましたしかし暖かくなってきたら虫が頻繁に出てきてその度に私に電話をかけてきて苦情をしろと言います、うん、そんなに親しくもないし工事のことも電話番号を知っていたなら教えてほしかったですなぜ私が虫を退治しないといけないんでしょうか <laughs> ねこれね。っていうかユズッさん優しいね。優しいですね。求めに応じて、雲取るのに一回ね雲取ってあげたことがもうすべてでしたね。ちょっといい人であり続ける。わあどいですよそれは。辛いな。虫ですしね。でまあ相手老人っていうのはね一つね。 まあ、いやでも工事の電話もせんかったくせにってなるんでしょうね。なってるよね。そこがスタートですからね。そこがやっぱり引っかかってる、うん、んです。この牛の犬だけやったらまだこんなに怒ってないんですね。うはい、そうか。電話番号知ってたんやんっていう。なんかあったんですかね、その工事の電話をしないっていうことは、うん、もしかしたらそのそことトラブルがあって、うん、で牛も、くそうこれ自分で取られへんなもどうせ取らすんやったあそこに。<laughs> もう嫌なことは全部押しつけさったれといずっちゃさんに、うんはいはい、それもつらいな、うん、どうするよ分譲ですからねそうそう引っ越すわけにも、うん、いかんないか、はい、まあ次工事の時に何も言ってけへんかったら、うん 工事<心>ってなかなかそのやりませんからね <laughs> あそう、はい、それまでに虫はバンバン出てきますよ虫をどうするかす、ね、どんどんええ人になっていくんやそしたら、はい、もうしんどいやろなしんどいか<ー>笑顔で断る、うん、笑顔で断る、ね、ちょっと私も最近もうねなんかちょっと虫の映画見てからもう虫無理ですねああそれはいい手やね虫の映画ねなんか映画見た,見たよみたいなはいはいはい 一回言うてみる、えー、そしたら。どっかで、なんか断らんと、終わりませんもんね。知らんかな、言えたらええんけどな。でも、これゆ、ゆずちゃんさんって、女性でしょ。はい、多分ね。なかなか、やっぱ、言いにくいんじゃないの。まあ もう頑張りますか貫きますかねいやあの虫の駆除とかいいことをしてあげたと思ったら、はい、いいことがまた返ってくるかもしれないじゃないですか、ね、神様見ていますよそうなんですよ、はい、その人から返ってきてへんのが腹立つででうもうねそこはねもう先に死んでいくんやから老人が <laughs> いやいやいや老人に対して、はい、あのいいことをこう施しているというふうに考えたら、はいはい なんか逆にまたゆうちゃさんのところに、いいことが、もう舞い込んできたりもするんそうそうん、ね。得を積んでいけば、えー、自分が年取った時に誰か、優しくしてくれる。と思わんと、うん。そうなんですよ。はい、うん。おまんとやってられへん。おま<ー>んとやってられませんから。はい、はい。い、や、ね。どうします。結論としては。はい。しばらくちょっと、様子見ます。もう,もう、はい、もう諦めて、そこは。文書やし。はい、文書やし。<ー>これこじれるとね。 はあのいいことしてると思って、はい、それは僕はの前住んでた家、うん、お隣さんと最初権限っていうかもうすごい険悪なムードやって引っ越してね僕が引っ越した時はもう住んではったんやけど、はい、なんかねまあ結局近隣の人にいろいろ言うタイプの人やったからトラブル結構多かったんやけど案、うん、の定僕もこんな性格やから。<laughs> <laughs> 何っていう感じで人気やってたら、はい、最初ギスギスしてたけど、はい、あの時からまあうちの嫁さんとかその後の奥さんと仲良く話をするようになって、はい、だんだん打ち解けてきて、はい、最後だからこっちはもう向こうはもうだいぶ年上やから、はあ、もうこの間亡くなったって聞いたのその男の人と、えー、も,うもうほんまにこれやからね。はい、あのー、あまあ相手老人やしなとかって思うようになったら割とそれまで怒ってたことがな <laughs> んで怒ってたんかなっていう思うぐらい。 になれたんですよ。うん、うん、だからまあいいかなと。はい。うん、相手高齢者やなと思って。そうです。でもうなんか、はい。はい、<laughs> ということでございまして。はい。 番号案内の料金が非常に複雑ですね。うん、あれ逆でした1回目が60円で2回目以降が90円。へえ。だんだん高くなるのとあと早朝深夜はまた150円とかああに高くなる。1回目が60円で2回目以降が90円。固定、はい、電話からかけた場合ですからまた携帯とは違う。うん、携帯の場合は1回目から150円。 携帯あったからすごいね何千回もかけてはったからすごい投資ですねありがとうございますすみませんはい皆さんからのモンスター情報お待ちしております以上町中モンスターハンターでしたでは秋の夜長にというかもう夜だいぼ遅いですけどレイ・チャールズエリー・マイ・ラブ山本社交クラブいや ね、お腹いっぱいになったから眠いとか言ってる場合じゃないですよ <laughs> ほんまにもう目パチッと開けて<な>皆さんのなんか言えられたと思いましたもん <laughs> <laughs> まずいぞこれは餃子のタレに何か入ってた何、まはい、か入ってたんちゃうほんま眠いもん <laughs> 二人揃ってしょぼしょぼなってますけども ちょっと食べ過ぎたわでもだから残ったのは「もうええから」で隣のね調整室に持って行ってって見てみおかぴーなんかもうさっとから揚げ食とった何にもつけんと何聞いとんねよ餃子のタレがうまい言うて話や今日は何にもつけん何にもつけんとあっと食べてさあではねこのコーナー来ましたんで目を覚まして先週ですね 16歳やったかな女子高生から体育の先生が好きでそうで新喜劇一緒に見に行こうって言われてどうしたらいいですかってう相談したした最終的には学年で来いって言って団体で学校全員で来いって言うてありましたけどそのねリリちゃんからまたメールが来ました。リリリリちちゃゃんんはい 先日体育の先生に「一緒に新喜劇見に行こうな」と言われどうしたらいいかメールしたものです、うん、お三方のアドバイスを聞いてやっぱり在学中はダメなんだなと思いましたうん、うん、スッチーさんの大好きな先生にも迷惑かけることになるよという一言、うんうん、よく考えてみたらまさにそうだなと思いました、うん、そして先生に「卒業してから一緒に新喜劇に行きたいです」と言いました、はい、すると 分かった卒業してから絶対やで約束な覚えとくからなと言ってくれました山宏さんスッチーさん古川さんは卒業まで待ってくれる先生の方が絶対いいとおっしゃっていたので、うん、先生の返事はすすごく嬉しかったです、はい、そして一つ気になっているところが卒業したらら絶対やでで約束なな覚えととくからなという言葉です、うん、これは期待してもいいのでしょうか それとも誰にでも言う言葉なのでしょうかう卒業はまだまだ先なのでそれまでは思いを伝えることはやめておきます、うん、先生と生徒という関係を楽しみたいと思います、はい、アドバイスありがとうございました大好きな先生と大好きなすっちーさんの新喜劇を見に行けるように毎日頑張りますおよかったじゃないですかうん、うん、ね。とりあえず今はよかった全然オッケーでしょう、ね、これでよし、うん で問題は、本当にその卒業したら、どうなるのか。これはですね。卒業した後。に。その先生が。どうアプローチしてくるかっていうのも。やっぱまったらいいんですよ。は全然、もうそれで。何も今は考えなくていいんですよ。どうなるかなという心配もする必要はないと。ないです。ないです。まあ、新喜劇には言ってくれると思うんですよね。 あ卒業したらそれね二、うんはい、人で当初の約束通り、はり、い、二人で行こうってなったらそれはやっぱり特別な感情ちゃいますはいはい先生の方は卒業してもそうね約束、うん、守るようなことやったらあ、まあ、うまあ特別な感情持ってるんやろうなどうかなどっちやろうででもまあまあ言うてたことを聞いてたらなんかね、うん、まあ行為を。 持ってる感じでしたけどね頭ポンポンすね。今までの聞いてる話の限りではね誰よりもみたいなこと言ってませんでしたそれがリージャンが誰にでもっていうふうにまあ今はそう思うかもしれないけど卒業するまでまだまあもあるじゃないですかだいたいその先生の人間性とかまあ見えるやんそういうお付き合いしてなくてもまたこう 一歩距離を置いて見ることができますからね。はい。だからええ二十九歳というと、はい、リュちゃんからするとすごく大人のように見えるんですけど、うん、まあまだまだ子供な部分もありますんで、はい、フラフラしているやつはフラフラしてる、うん。はい。だからそれはリリちゃんが、えー、見てなんよこれフラフラしてんちゃうのって思ったら、うん、それはその時点でやっぱり見極めなあかんやろなというふうに思いますよね。うん。うん。うん。 そういう意味ではちょうどいい二年ぐらいかもしれないですね。絶対距離これ以上距離は詰めない状態で見る。はい。先生も卒業するまでね。はい。いかんとこねって一つの距離終わったらって言ってくれてるんやから。うん。ちょうどよかったね。うん。その時間ができて。はい。二年。ねえと逆にこれ二年経った時にこのリリちゃんがほんまにまだ先生のこと好き勝手でね。そうそうそう。どうかね。ね。うん。そら二年の間にいろんな出会いもあるし。そうやね。 まあ同じ高校生同士ねそんな人も現れるかもしれないし卒業した途端体育の先生よりももっと素敵な先輩とかに出会うかもしれないしでも先生がずっと好きかもしれないしそれもこれも楽しいじゃないですかまあどれをとっても楽しいですいでもこの2年間に動かないことはそれは正解です。まはい 一つ解決しましたそして新喜劇はずっとやっているので女の子同士でもちょっと団体の場合はちょっと頼みますよそうですね団体さんちょっと安なるはずなんで団体の営業の方に聞いてみてくださいじゃあまた何か進展があったり2年後この番組が続いていたらうわ

でもリリちゃんの2年は長いけど私たちの2年はあっという間あちゅう,ちゅうまですからね高校1年とか2年な 2> いいです高校の3年間はほんま楽しかったな,な今リリちゃんねうん覚えておいてくださいうおっちゃんらはそこに帰りたくてしょうがない青春を過ごしていますま、ね、そうですよ、ね もう今なんか見てみんなもう夜お育て寝たもらんしょうぼうしょうぼうしななねなんか入れたやろ言うて, <laughs> 言うてになあ <laughs> 悪態ついて<え>うもうええおっさんになってしもう,てうね午後時待ちごてんでそうそうもう楽しんでくださいね眠たらなかったもんな <laughs>、えー、静岡市からいただきました<う>パブローバーさんなんですけど中身に行く前に最後に書いてある静岡で ピカイチラジオを聞いてしか新喜劇や関西の番組を見ることが増え大阪弁の「残内とか「用意わんとか静岡にない便利な言葉があり、うん、とても楽しんでいます。ということはその人ははい静岡のだから知らんかったよねその「残内とか。用意<ー>ワンはとか。でも使えるようになったら非常に便利なこんのかいな。<laughs> 伝わらないですよこれねチャチャイレマンデーであのよくやってるのが都道府県の嫌われなんとかってやってる人大阪とか静岡ってほんまに大阪のこと嫌いなんですよチャチャイレマンデーの中でねもうかなりのアンケート調査であって46都道府県どのぐらい大阪のことがって何ランクかに分けてもう静岡なんかもう 最高大阪が嫌いいいっててう大ですん新劇見ごしょ阪弁にも耳が慣れてきましたこのラジオのおかげで嬉しいなそう言うとくれら嫌いというところがチャンスありますからね大好きになってくれる可能性あるから静岡の人そうかちょっと誤解してる部分があるから静岡 静岡にちょっとあの団体の営業の方が出たって言ってあんたそれ人任せやめなさいよ我々は我々でいろいろ頑張りますけどねそれまではレールは敷いてくれとそこでもうそれ以上のパフォーマンスやりますからぜひ静岡公演もいいねというパブロバさんですありがとうございます私は既婚者ですが結婚前にこんなことがありましたうん さんまさんが以前テレビで結婚が決まった途端もてなしたきっと神様に試されているのだろう的なことをおっしゃっていました、はあ、それが私にはとても印象的で自分の時にもそんなことが起こるのかなと思っていました、うん、それから数年結婚が決まり会社を退社、うん、送別客会をしてもらった時のことです、うん、女子から大人気だった、T、君が 一次会から二次会に移動するあたりから、私に寄ってくるのです。ああ二次会の席に着くと、ティ君は私の隣に座りました。みんなで楽しく飲んでいると、テーブルの下で私の手を握ってきました。ええー、マジか。私は何が起こったのかわかりませんでした。ティ君とはそんなに話したこともなかったんです。うん、それからしばらくして、私はトイレに立ちましたが、女子トイレを出ると、ティ君がそこに。 どうしたのと声をかけると真剣な表情で私を見つめる T ィ君。壁ドンのような体勢になり私はドキッとしましたあキスされる一瞬落ちそうになりましたがダメダメ私は婚約中のみ酔っ払ってるのと T ィ君を茶化して逃げました、うんうん、その後 T ィ君とは何もなく私も無事結婚しましたが、うん、さんまさんの言ってたことってこれかと思い私の周りで 半径5メートル調査をしましまた、はあ、すると既婚者の女の友人がほぼ全員「実は」と似たような経験をしていたのですおとなしそうなのに結構やんちゃしている子もいました <laughs> お三方はどうですか、うん、結婚直前にモテましたか って言ってももうあんた三十年近お前の話だからな。<laughs> 出会ったかな,たかな結婚前に持てたかどうか,か。結婚が決まった途端なんかそういうことがあったかどうか。結婚が一番短いまだ。そうですね。うん、いやでも結婚が決まって持ってるも何もなかったですけどね。うん。これなんなんやろう。まあ女性も男性もってことですよね。はいはい。山本さんが言ってはったことですからね。 それはあれかななんかなんか余裕かながなんか出るのかな余裕余裕が出るプラス、うん、まあ例えば今の職場の人らやったら、うん、ちょっといいかもなうんって思った人が結婚まあ人のものになってしまう、うん、うんっていうことじゃないですか、ね、ほんまに結婚してしもったらややこしいからちょっとだけ今のうち近寄ってみようっていう感じですかね、うんうん、れこれパブ,ワ、うん、パブロバさん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 にはちょっと申し訳ないけど、うんはい ティー君ってそういうタイプちゃうまあねちょっとティーはもうその机の下で手繋いで蹴るやつろくないっいません、ね、あ <laughs> ほんまやそれは、うん、ほんでトイレ立って出てきたらおるんでしょ飲み会で、うん、いやメインこっちやのに、うん、そっち参加せえへんってもう最悪ですよだいたいね 心をかき乱すようなことやめてくれ気持ちよく送別会なんだからおめでとうおめでとう送別会であったあかんわそうやわそれともろで別にね例えば「ちょっとパブロおばさん話があるんです」って別の会でね会っていうか2人で行ってもいいんやけどやったらええけど送別会でねえ。 男のね同僚とかに「見とってみ俺落とせんで」みたいなこと言うてるかもしれない結構言うてなんちゃうか結構言うてなんちゃうかパブロバさんごめんねこれ僕とスッチの妄想っていうか推測やから当たってないかもしれませんよでもねこの T 君のこのテーブルの下の手を握るっていうのがなめっちゃ自信あると思うんですよこいつね自信あんね そんなことこっちは要せんからね。<laughs> <laughs> <laughs> やれってやるのと「どドアつかましいわ!」って張り倒されるもんなあ <laughs> <え>んまり。<laughs> だから絶対僕らそこは間違ってないな <laughs> <ん>と思うけど。 だから結婚決まった方の人もやっぱこれでいいんかなとか結婚してしもったら何もできへんな最後に一遊びしようかなみたいに思ってるのがなんか出てしまって。 でじゃあそれにご協力しましょうかみたいな人が寄ってくる醸し出してのかない。ちょっと出てるかもそういうのはね。そういうのあるかもでまあまあ結婚前やしもうちょっと小綺麗になっていくじゃないですか。そう考えると一番綺麗な時期ですからね。でしやっぱり女性なんですよ。はい。はい。あモテるモテるのはやっぱり女性ですよ。はいはい。 心理状態としても結婚してからいろいろあるとややこしいけど最後も,もう一回だけちょっとなんかい,いとこかなっていう独 <laughs> <ー>独身身ややからね期間今ならまだいいかなっていう最後のあの人にもかっとこうかなとかいう心理はとてもわかりますけども。<laughs> なるほどな。そうわかります。その心理はね。その心理は最後に結婚すんねんって言いに行ったらどんな反応するかなとかいうことは思います。女心やなそれって結婚すんねん幸せになるねんって言いに行くっていう。その時に相手がなんか言ったこと。元彼はどんな反応をするかなとかそういう気持ちは芽生えますけどもね。ええな僕らはそんないなかったからなその前に。

まあでもパブロは、パブロバさんは何もなかったわけ。ねそうです。それはあの正解ですよね。正解。この T このテは絶対正解。よくそこでも持ちこだえましたよね。はい。これあの、まあ若い女性社員たちが、の人気の的やったっていうだけで。パブロバさんが一方的に好きやったっていうわけじゃない。全然。良かったですよ。そうですね。はい。ちょっとでも好きやったらね。そう、やばかったですよ。やっていきますからね。大体のこの手のやつってのは、ほんまに簡単に行ける、いけると思ってるから。 う気になよくぞ叫びたいぐらいや <laughs> そんなに <laughs> <laughs> そんなにですか、うん、こ,この手の男は僕は合わんからねだそうです、はい、もう一つ行きますか、えー、ミッションインポッセボーさんからいただきました、はい、実際に会ったときめきの経験ではないのですが 男性の方、うん、古川恵子さんに恋をしてしまいましたお,おい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 、<laughs> 来たかついに来たな、うん、欲にまみれた恋ではなく淡い憧れのようなものです、うん、声からわかる知的な姿勢や大人の色香がたまりませんこれがきっかけで知的ななおかつ女性としての強さと可愛らしさが垣間見える妙齢のアナウンサーの方が好みのタイプだと気づきました <laughs> どうすればそういった方と付き合えるでしょうかはあ、はあ、僕もアナウンサーを目指すべきでしょうか <laughs> <laughs> いやいやいや,いや,いや若いってことじゃほんまに学生やろ学生や <laughs> 来ますうちいっぱいいますよ妙齢の女子 <laughs> いやいや 来たら他の女の人よりも古川さんに釘付けなんでミッションインパステボーはややなすごいでこれ何がすごい何が学生やから学生二十歳今20歳で20歳でしょうねどうすんなどうしようすごいななまだこれミッションインパステボーは踏みとどまってるやん でも実際にその古川さんのような命令の人って言って、古川さんのところにこの二十歳ぐらいの子が来たときにどうあんた対応するきゃり。<laughs> どうあんた対応する。<laughs> バーン来たときに。なあ。二十でしょう。二十<う>だったらな、ね、あもう息子。 ですからね、完全に年としては。感覚としては。感覚としては。でしょう。いや、ほんま冗談で抱きしめてもいいぐらいの感じですよ。冗談で抱きしめたら、ないなる?。向こう冗談じゃ済まない。すよそんなの。ハグとかいうレベルちゃうって、向こうはやめなさい。いやいや。本気になるやつ。よく、こっちはそれぐらいの感覚ですよ。はいはい、ありがとう。いや、でも、それでは、とま。止まらんでしょ止まらんでしょう。 廊下でハグやったら泊まるやろうけども誰も見ていない例えばこのスタジオの部屋で僕ら誰もいないね、うん、でミッション・インポッシブルに「はいどうも」テてハグして「はい行こう行こう」って終わろうとした時にそこで「ミッション・インポッシブル」は「ミッション・インポッシブル」になるんですよ。<laughs> いやもう暴走でしょうね。もう大暴走やでこれ。<laughs> 知らんで。そう、そ,そんなんあるんですか。でもよっぽどの年上好きですね。いやそんなだってありえますやんか、うん、全然、うん。全然あるかそうですか。ありえますよ。だ自分が二十歳の時に、うん、あでもおじさん好きあったな。<laughs> <laughs> うん 白髪混じりのおじさんが大好きだった。そう、そうなんですか。はい、そんな女子大生でしたね。ロマンスグレー。ロマンスグレー、分かったですね。じゃ、あ児玉清さんみたいなタイプ。って児玉清さんいいですね。若林豪さん。とか若林豪さん。大好きでしたね。あ、そうですか。はい。いや、これ、形が。ね。結構もう。 はまってんねんは、はまっていただいてありがたいんですけども。うんええ、大丈夫ですかね、友達のうちで浮いてませんか。浮か,ん浮かへん、浮かへん、そんな。いやいやいや。だって、そんな、だって、話せえへんと思うもん,、うん。あ、こいつらなんて子供なんだろも。そうそうそう,そう,そう,そう、ね、何をキャーキャー言うとんねんと。二十、うん、歳やで。二十歳、ね。え、どうする、例えば、有村。 かすみちゃんはいはい、はいうん、あゆみかすみちゃんが、うん、僕に言うてくれ私すごいタイプなんです声も良くて知的ででも面白いこともおっしゃるし嬉しいな。<laughs> <laughs> もうデレデレになるわねえこっちはもうそれを思い出に残りの人生生きていけるぐらい嬉しいですけどねほんまにそれで何倍でも食べられる <laughs> そう何倍でもお代わりできますねあいいですね古川さん良<ー>かったですねありがとうございますじゃあこのメールも持って帰りますわ。<laughs> <laughs> 額に入れて飾っときます。<ー>こんなこともあったなあっていうねう。いいことですね。ありがとうございました、えー。大人を勇気づけるようなメール、<laughs> どんどんお寄せください <laughs>、はいえー。以上、山本社交クラブでした。ピカイチ価値観調査、これどやねん。よいしょー。<laughs> ありがとうございます。毎週。よいしょ。これがないとね。はい。皆さんからいただいた、これどやねんを考えてみましょう。最初のどやねんはこちらです。はい。 東大阪の和風ママさんからいただきました。スパゲッティはどうやって食べますか<え>フォークはありますよねうん、うん、スプーンはいりますか私はお箸が一番食べやすいです。うん、ということでお店のスパゲッティどうやって食べますか、うん、?A フォークのみ、うん、B フォークとスプーン、うん、C お箸いきましょうか。はい、せーの。せーの <A> C 男2人 A 2> フォークのみ私は箸あるなら箸で食べたいですし <C>、はい、誰もフォークとスプーンであの,スプーンの上でそれは乗ってる材料によってはやった方が、はい、まあ効果的に取れるんでしょうけど、はい、かある時イタリアでは フォークだけでで食べるんんやってていいううことを聞そなすかスプーン使わないんですってイタリア人はねそれ聞いてから使わへん方が向こうっぽくてええかなとかって思って僕はんかそのフォークを使って食べてる人への反発というか最初は何かスプーンねうわなんか生きてんなみたいな僕知らなかったんでそういう食べ方をほんでもうええわ絶対使わんとこそれでフォークだけだけ ただまあスプーンと二つ合理的は合理的なんですよね考えたら巻きやすいですかねすだから巻きにくいね今 <laughs> スプーンやめて何でも経つけど工具だけだとなんかでも両手使ってんのがなんか嫌ですね<ー>そうなんかそれはこうめんどくさいんですよねお箸が一番ですあれば お箸はねなんかちょっとね <laughs> なんやろう雰囲気が違うというかねうんそうやねあの、うん、ランチワンプレートで、はいえー、スパゲッティとなんか白身魚フライとお肉みたいなのってサラダって全部乗ってるのがあったりなんかするとそれはフォあのスあの箸の方がいいんですけどね、うん、なんとなく雰囲気で、はい、これをこれで食べたらなんか美味しくないんちゃうかなってイメージねだから寿司を フォークでこうやって食べたらもう台なしじゃないですかなるほどなんかそんなイメージですねスパゲッティは女の人はもう面倒くさいのが面倒くさいのとまあ本当にイタリアンで例えばコースの途中のパスタやったらフォークでいきますけど喫茶店行ってなんかミートソースのスパゲッティとかナポリタンの時はもうお箸あるんやったらくださいとかあとコンビニでスパゲッティ買って食べる時とかも完全にお箸くださいって言いますねたたださ箸やっら こう、そばみたいに、わっと、こう長くなるやんか。口に入れるときに、どうするん。軽く、やっぱ、ま、巻くというか、まとめるかな。まとめるのか。フォークだったらね。あ、そうそう、まとまりで食べられるやん。かそういう意味では、えやすすってるかもしれないですね。いや、別にすすってもいいねんけど。若干、みっともないかな。というわけで、私たちは、フォー、フォークじゃない、スプーンは使いません。続いては、安倍の区の伊原サイモンさん。 皆様に伺いたいのですが血を取る採血の時に看護師さんが針を刺すところを見るかどうかです。結構目を背けている人が多いですが私は逆に見ていないと怖いと思います。うん、ということで血を取る時注射針を A 見る B 見ないさあどっち、うん、せーの。A.B.

長男が全然ダメやってんけど、うん、次男が全く平気なんですよ、うん、で次男は小さい時から見てたわああ確かにうちの子二人とも全然泣かないんですけど<へ>見てますねじっと平気な子は見てんねやと思う見る見られる人陽みんか陽よ僕もでもだから見る人は逆そこなんですよ見ないと怖いどこで何される急に来るのが嫌やか<ー>やっぱ入る瞬間を身構えるためにも見るみたいで、うんうん、言ってくださいって言います僕はあのもう NGK の近所の病院行ったら「また来やったよ」<laughs> 怖がる子来やったよって言われるのでで一番上手な人が「はいはい」って来るんですけど「言うてくださいね言うてくださいね」っつって「はいさしますよ」っていう,もうあたもやで <laughs>、はい、もうでも無理あれだけはもうええーはい、だから若い看護師さんじゃない。 くてよかったなと思うんですよ。もうベテランのもう風格があるまあいろいろ言われんねんけどそれでもいいと。でまあちょっと弱いところ見せても恥ずかしいないし。ないと。はい。それで済むなら。なるほどな。まあでも見るのはやっぱり嫌やね。靴になっても怖いですね。かなり嫌やねす。あれ。あんさせる看護師さんたちは本当偉いと思いますね。で上手下手あるでしょう。まあまあそれはね。上手ですけどもね。 でも回数こなしていただかないと上手にならないですからねまあそうなんですけね,ね続いては名古屋の方です、はい、美容師さんに恋し,してますのさんのどやねんですお<う>32歳の女性の方なんですがお,<う>お風呂に入ってシャワーで体を流すときに真っ先におしっこをします あこれね、小さい頃からなので、もう習慣になってしまっていて、どうしてもやめられません。別にしたくなくても出そうとしてしまいます。お風呂の前にトイレに行けばいいのでしょうが、お風呂に入ったらまずおしっこと体が覚えてしまっているようです。条件反射か。皆さんはお風呂でおしっこしますか、しませんか？古川さんには失礼な質問だと思いましたが送らせていただきました。古川さん、正直に答えてくださいよ。まはい。<laughs> で 家のお風呂で体を洗うときについ用を A 足してしまう B しない。さあどっち？正の絶対 B ですね。あこれは三人ど B ですね。いや僕はあの A やったんですよ。あでもそれ子供の頃でしょ？いやいやあのほんのね三ヶ月四ヶ月ぐらいタッチ知ってんのかい？これでねあのエラーになったんですよ。エラーになった。タッチもタチでやってるんですけどあの僕も。 やってほんならある日もう風呂がトイレの匂いしたんですよどんだけやってんねんこれマジか思ってうわあかんあかんでで僕はダーチンがやってるっていうことを聞かなかったのでうわ俺がこんなことしてもうてるぞとほんであのいろんなマジックリンやなんやででもカビのなんかもやりましたほんでもうきれいにしたんですよ見事匂い取れてそからもう やったらあほんで決めて匂いがしてなかったのがある日またフワーンとして「<laughs> おいちょ待って」と「<laughs> 俺とちゃうぞとほんでお前「してるやんな」って言ったら、うん、いやお前やろってずっととぼけたんですよ「うん、いや俺は実はちょっと前までやってたけど心に決めて今やめてんねん」<laughs> <laughs> で一いっぺんにして匂いなくなったのに「今めっちゃ匂いすんねん」っつったら「 いや、あのー、線は細いでっていう意味のわからんこと言うって。<laughs> 細いやつをやってるみたいなこと。細かったらええんかよ。はい、ほんまね、だからもうやめるようになりました。あ、そう。<ー>はい。 自分ら二人ともええ年してな <laughs> だってスッチーはやな、はい、綺麗好きやんか潔癖、はい、症やし割とはいだからあのしながらあのシャワーでバーッとやるんだあと使ってないのにあのーボディーソープを一緒にこう流したりもしましたああ<ー>、はい、やっぱりあのあこれトイレみたいになんかついたら嫌やなと思ってそれでもやっぱりね二人でガンガンやってたら、あのー、<laughs> 二人前やん匂いづらそうでしょなんやったらトイレきれかったですもん そんなにせえへんからトイレの方がええ匂いすんでってうわーマジかでも結構ねこれ条件反射でやる人多いですよれくらいの割合僕はそれこそ子供の頃にそうやって風呂入ると出てしまってたんであこれわかんと思って徹底的に風呂に入る前に行くようにしたんですよそれによってもうしなくなったしもうしなくなると気持ち悪いです逆にねそう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 うん もうやったらあかんって決めたらもう、うん、もう風呂入ってあああかん後で我慢できるやったら我慢して後でしよう、うん、で今からやったらまだいけるかってちょっと体濡れててもバパパンとバスタブで拭いていくようになりました。うん、ただ正直言うと プールとかやったらもう我慢できんとしてもらうときあるねんえそっちの方があかんこれあかんわ家のお風呂は誰にも迷惑かかへんけごめんごめんもう今謝るわあかんわもう皆さん絶対それはあかんごめんもう悩まるわしかもプールでしょプールやねん海とかならまだしもプールでしょうプールやねん謝ってるやんごめんって言ってうわー それはち。ちょっと何回かしてしまったことある、ね。何回か。何年。もう。一回じゃないの。もうその前にトイレ行って。はい、ちゃんとしてるのに。もうなんか遊んでて、わあ、楽しすぎて。もう、あ、いう、あ <laughs> ってう時がごめん。んごめんあ、もう、それはあかんも。もう今度から絶対せれへんからも。もう二度と。だいぶ前やで、だ前。どれぐらいですか。 いやもう十年二十年ぐらいもう五秒しかなかった。<laughs> <laughs> この話で終わりか。また来週ね。それから。<laughs> あどうもお疲れさまでした言われてもね,ねえプール汚しですからね <laughs> ひどいいいいやそうなんない数回やでいや,いやでも,も<う>あか僕もお風呂でしますけどお風呂は逃げますやんかプールはもう逃げないお風呂で風呂するっていうのは外の話でしょ外です出てしまったやんもう,もうだいぶ前やって子供ちっちゃい時やから。 <laughs> いやだから子どもの時じゃないでしょ大人でしょいや子供がちっちゃい子どがちっちゃいけど大人でしょ僕は大人や僕は大人だから子供ができない信じられへんそんな大人がいることがうもう何かもう限界で我慢できへんじゃないと思いますもう面倒くさいがだいぶ勝ってますよそれ <laughs> <laughs> ごめん どうせ分からんやろ面倒くさいし<解> <laughs> 反省してへん <laughs> もうもうだから <laughs> 長いことしてないってもうだからすることないんやだから,だから過去のもうなんか懺悔みたいなもんな今日のオンエアは、はあ、懺悔で僕はしちゃいましたご縁で、ねうん、ただ怖いのは、うん、それプール行く機会ってそんな最近はないじゃないですかないですよ もし今、みんなでプール行ったら、やろうちゃうかなと思ったやっちゃうかももう絶対、絶対一緒に行かへん絶対、前泳ごそんなこ言うなんて、前泳ぐ迷い出たらあかんのか、流れるプールやったら回ってくる、待ってくる、こうそれ、流れるプールやったらやろ、そうなんプールやったらやっ流れるも何も同じ箱の中ですもん それでもと結構いるんかな、その人いや、いてるでしょういると思っといた方がいいですかね、うん、僕のように正直に告白する人間はまあ本当に評価してほしいですねまあある意味だから、次から絶対顔つけんとこうとかは思いますけど、うん、1人おって百人が同じタイミングで、まあええかって思ったらとんでもないことになるでしょそれで、いやすっちぃの家のトイレ袋みたいにならな、はい、ねえうんトイレの匂いしやろう 大丈夫大丈夫。塩素入れてるから。いやそのためにね。塩素でもね、百人分の無理でしょ。すみませんでした。衝撃です過去のあの僕の過ちをどうしてお部屋で賛嘆反省します。反省しますけどね。あのこの番組ってやっぱ夜遅いんで、ええデスクのランちゃんが こうなんだろう夜食とかお菓子とかいろいろ用意してきてくれるんですけど、はい、ダイエット中の人間前にしてこれはないやしそうフルーツサンドイッチミックスフルーツサンドとオグラあんと生クリームのサンドしそ,、はい、そしていちごだけのいちごとカスタードのサンドイッチはもう食べましたね。はい、たたペロッとここでれんな <laughs> こんな目の前にされたら。もうどうしようもないやんか、そんなもん。う美味しそう、うん。食べてください。はい、僕の本当、せめどもの <laughs> お詫びの気持ちでね。はいえー、来週から心入れ替えて、はいえー、臨みます。よろしくお願いします。おやすみなさい。おやすみなさい。さよなら。なさ,さよなら。<laughs> 逃げた、逃げた。<laughs>